おはようございます。おはようございます。皆さんの日常はいかがでしょうか。私自身はですね、本当に家の中にいることが多くなりました。そして人との交わりがすごく少なくなってしまいました。神様はどんなふうに思って今私たちのことを見ていらっしゃるでしょうか。でも神様は、ね、絶対ですね、このままでは、ではないと思うんですね。と今エズラ読んでますけれども、バビロンの捕囚として私たち、あのイスラエルの民がバビロンに行きました。そこで新しいものを作りましたよね。でもイエス様が戻れって言った時に戻されました。そしてユダの民がイスラエルと変えられました。本当にそこに何があったんでしょうか。清めです、清めです。今こそ私たちは静まって主の前に出て、もうひとたび神様との関係を構築しようと言っていらっしゃるような気がします。世の中の価値観、本当に崩れてしまう時があるんですね。でも主との関係、主の価値観、変わりません。もうひとたびそのことをしっかり握って立ち上がろうではありませんか。今周りがどのような状態であれ、私たちはそこでしっかり根ざし立ち上がろうではありませんか。主を見上げ、今日も感謝しつつ主の前に進んでいきましょう。感謝しつつ主の前に、感謝しつつ主の前に。
でありますけど、大きな声でハレルヤーと叫びましょう。さん、はい、ハレルヤー。今日はこれが一番の私たちの叫びですね。あの、今度深津先生が来て叫んではいけません、声上げてはいけませんって言われるかもしれませんけれども、でも私たちの心は燃やされていることを感謝します。ハレルヤー。私たちを見捨てません、見放せません。ずっとずっとずっと愛されてます。ずっと愛されてた、ずっと守られてた、倒れそう支えてくれ。
エス様は今そこにいらっしゃいます。そこにいらっしゃいます。教会にいるのではありません。私たちがいるところにいます。今病んでいる者がいるならば主に叫んでください。人があなたを癒すのではない、主があなたを癒される。あなたが求める通りにそのことがなると主は宣言されています。主は言われています。私たちは信仰が弱いものです。常に揺らいでします。こんなことできないのではないか、こんな病癒されないのではないか。でも主は違います。癒したくてしょうがないのです。恵まれてほしいと願っているのです。それは私たちが一方的にそのことを止めてしまっているのではないでしょうか。ハレルヤ。私は主、癒し主、あなたを癒す。あなたは癒された。何によってでしょうか。神様、イエス様、その言葉によってです。私は主、癒し主、
レルヤ、イエスの名を呼ぶ者は救われます。イエスの名を呼ぶ者は救われます。それはイエス様は私たちの主であるからです。主以外に神はいません。今日もこの偉大なる力をあふれさせてくださるイエス様に期待と感謝の拍手を送りましょう。ハレルヤ。どうぞ皆さん周りの方たちにですね、シャロームと声をかけてどうぞお座りください。インターネット前にいらっしゃる皆様、本当にシャローム、そこにもイエス様や共にいらっしゃいます、そのことを信じます。アメン。はい、ではこれからですね、私たちは献金という、感謝の気持ちをですね、献金という形で神様にお捧げしていきたいと思います。今一曲賛美する中で右から献金の株が回ってきますので、そちらの方に、お捧げください。もしご用のない方、また、まだよくわからないという方はですね、そのまま左の方に回していただければ構いませんので、よろしくお願いいたします。それでは一曲賛美いたしましょう。感謝します。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たちはあなたが本当にいつも私たちと共にいてくださって、ひとときも離れず一緒にいてくださることを感謝します。その感謝の気持ちを献金という形でお捧げさせていただきました。私たちの本当に心の思い、その全てを捧げさせていただきました。そして主よ、あなたが喜んでこの献金を受け取ってくださることを信じます。どうしよう、この献金、本当に清いものとしてあなたが性別してくださり、あなたの福音宣教のために豊かに用いてください。また捧げられたお一人お一人、本当にそのまたご家族もあなたが豊かに祝福し、恵みを注いでくださり、あなたの特別なご好意を注いでくださいますようにお願いいたします。あなたに感謝して愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちは主に大きな拍手を送りましょう。ハレルヤ、感謝します。はい、それではですね、お知らせの方に入らせていただきたいと思います。
はい、まずですね、今日真島先生がですね、ちょっとこの教会不在なんですけども、群馬の方に御用で、行かれております。ぜひそこでですね、まあ、総理の御用なんですけども、本当にイエス様の豊かな臨在、本当にイエス様の福音宣教、その伝道のその時として、主が豊かに用いてくださいますように、私たちは覚えて祈りで支えていきたいと思います。はい、また今後の予定としましては、9月の25日土曜日にゴスペル礼拝があります。期待をしてですね、ぜひネットで見ていただければと思います。はい、それから引き続き事前登録の方が必要となっておりまして、行っておりますから、今度9月19日の日曜日のこの礼拝は9月14日火曜日8時から9月16日の木曜日17時までとなりますので、この期間の中でですね、できるだけ申し込んでいただければと思います。やはり皆さん忙しくてですね、ついつい忘れてしまうということはあるかと思います。ぜひこの今本当にオーバーフロー寸前の時もありますので、もしかしたら参加することができなくなる可能性もあります。また、ぜひですね、この時間の中に入れていただければ、私たちもですね、その把握とかもすることができますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてこの事前登録なんですけども、事前登録していただいて、もしも当日来ることができないということになりましたら、それはもちろん当日の、当日無理になったということでも構いません。一度ですね、教会の方にご連絡をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。もし事前に分かっているのであれば、そこをですね、オーバーフローしたときに、そのオーバーフローしてしまったその人にその席を分け与えることができますので、ぜひ連絡をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、また、引き続きご家族の中で発熱や倦怠感、具合の悪い方とかいらっしゃるようでしたら、自宅の方でネット礼拝を支えていただければと思います。そして、必ず、ここでも検温はするんですけども、この教会に来る前ですね、家の方で一度検温していただいて、自分は大丈夫っていうその確信を持って来ていただければと思います。そして礼拝中はマスクを必ず着用という形になりますので、よろしくお願いいたします。はい、お知らせのは以上になります。はい、感謝します。それでは早速御言葉の方に入っていきたいと思います。はい、まず一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日もあなたの御業あふれる素晴らしい礼拝として、あなたが受け取ってくださることを感謝いたします。主よ、今この礼拝、あなたが最初から最後まで臨在してくださり、本当に一人一人に豊かに触れてくださり、あなたの力と本当にそのこれから歩んでいくその勇気、あなたが豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。これからの1週間が、今日のこの礼拝であなたからの力を受けて、力強く歩むことができますように助けてください。あなたが一人一人に分かりやすいように語ってください。あなたに期待して感謝して、愛するイエスのお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、今日はですね、ヨハネの福音書9章10章のところですね、ここに生まれつき目の見えない人の話が出てきますね。盲目の盲人の人が出てきます。はい、でこのヨハネの福音書9章10章なんですけども、このお話はですね、その盲人の人が癒された、そういう、お話なんですね。そしてイエス様はこの見えない、目の見えない人を癒されたっていうことでですね、逆にイエス様のことに怒りを覚える人たちもいたわけです。はい、まずイエス様が目の見えない人を癒された、でもそこで怒りを覚えた、そこにイエス様はお話をされたんです。その説明をされたんですね。ここのヨハネの福音書9章の1節から7節、ここに癒した時の御業が書かれていますので、皆さんで一緒に読んでいきたいと思います。3、はい、またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。神の業がこの人に現れるためです。
私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。誰も働くことのできない夜が来ます。私が世にいる間、私は世の光です。イエスはこう言ってから地面に椿をして、その椿で泥を作られた。そしてその泥を盲人の目に塗って言われた。行ってシロアム、訳して言えば使わされた者の池で洗いなさい。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになって帰っていった。アメン。はい、これはですね、目の見えない人のその話なんですけども、ね、この話が、この話は彼が生まれた時から目が見えないというふうに言ってますね。どうでしょう、もう想像できますかね。多分もう何も色とかも分からない状態でしょうね。もうどこに自分のペンがあるんだろう、どこに自分のコップがあるんだろうとか、まあ、そういうようなこう探すような毎日、それも生まれた時からそういう感じだったんですね。でイエス様は、まあ、この盲人の目を開いたわけですけども、イエス様が病を癒される時ってどういう時に癒されるか、イエス様が手を置いて癒すこともありました。またイエス様は言葉によって癒されることもありましたね。ここではですね、イエス様は何をされたって書いてありますか、ね、イエス様はどのようなことをされたんでしょうか。ちょっとですね、私たちの考えでは思いつかないようなことになるんですけども、ちょっと変な感じですよね。ね、まあ、汚い感じもしますし、品がない感じもします。実際ですね、でもですね、このことによってこの人の目が見えるようになるのであれば、これは素晴らしいこととなるんです。でこの人はどのくらいの間目が見えなかったか、生まれつきって書いてましたね。生まれた時から見えないんです。弟子たちはですね、イエス様に質問したんです。どうして彼は生まれつき目が見えないんでしょうか。それは両親が罪を犯したからですか、それとも彼自身が罪を犯したからですか。そのように聞いたんですね。イエス様はこのように答えましたね。彼の生まれつき見えない、その理由は彼や両親が罪を犯したからではありません。そういうふうに断言して言ったんです、ね、私たちはですね、さまざまなことに関して、なんでそういうふうになったのか、いや私は分かってるよっていうことがよくあるとは思うんですけども、でもそれはちょっとこう気をつけなければならないんですが、なぜなら私たちがそれはこうこうこういうふうな理由だからこうなったんでしょって、そういうふうに言ったとしても、実はそれは違くて本当に理由は知らないっていうことがあるんです、ね、なぜ自分にこんなことが起こったのかっていうことも、なぜこの子にこういうことが起こったのかっていうこと、私たちは分からないんです、ね、ですから本当はですね、質問の仕方としましては、私たちは今何をしたらいいのですか、そういうふうに質問するのが、当然だと思うんですね。神様、あなたの御心は私が何をすることなんでしょうか、そういうふうに尋ねることが大切です。でそのように質問するのであれば、神様はちゃんと答えてくださいます。イエス様はですね、この状況、この3節、ここにこの目的を、言われているんですけども、イエス様は何と言われているでしょうか。神の技がこの人に現れるためです。そうなんです。私たちの人生にはですね、たくさんの状況がありますよね。で、その中においてイエス様は悪い状況をも私たちに持つことを許されています。でももしですね、私たちが十字架のもとへと進み出るのであれば、神様は神様のその偉大な力を表してくださると信じます。イエス様は地面に椿をしました。そしてそれで泥をこねて、そしてそれを用いるわけですよ。もう周りの人たちはそれを見てですね、何をやってんだろうって、どうしたんだろうって、そういうふうに思ったと思うんです。そして出来上がった泥をですね、手に取って彼の目に塗ったんですね。そしたらどうなったんですか。その後彼の目は見えるようになって帰っていったんです。
想像してみてください、ね、彼は何て言ったでしょうね、その時。うわー、眩しい。もう本当に周りが光で満ち溢れて、もう眩しい、すごい、自分の生きていたこの世界はこんな色をしてたのか、まあ、そういうふうにですね、もう喜びが満ち溢れたんじゃないでしょうか。まあ、実際何て言ったかっていうのはこの聖書には書かれてはいないんですけども、ね、私がいた世界、ね、こう手も見たでしょう。ああ、これが自分の手か、わ、みんなの顔はこんな色してたのか、髪の毛はこんな色か、目の色はこんなか、緑の葉っぱすごい綺麗だ、水の色透き通ってすごい綺麗だ、もちろん眩しい太陽も見えたでしょう。もう彼にとってですね、これはもう今までなかった体験なんです。初めての体験、その瞬間だったんですね。彼は見えることができたんです。これはですね、本当に起きたことなんです。しかもこの宮沢はですね、今のこの時代も起きると信じます。私たちはですね、その信仰を持って歩んでいきたいと思います。8節9節にはこう書いてありますね。一緒に朗読しましょう。3、はい。近所の人たちや前に彼が物乞いをしていたのを見ていた人たちが言った。これは座って物乞いをしていた人ではないか。他の人はこれはその人だと言い、また他の人はそうではない、ただその人に似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。アメン。はい、ね、近所の人や彼を知っている人たちはですね、あれ、これはあの人じゃないのって、いや、まあ、似てるけど違うでしょう、いやきっとあの人だよってね、それぞれに言いたいことをこう言うんですよね。すると彼が言ったんです。私がその人だよって、もう彼自身が言ったんですね。彼はですね、イエスという人が来て、で泥を作って私の目に塗って、そしてその人が池に行って洗いなさいっていうか、自分は洗いに行った、そしたら見えるようになったんだ、そういうふうに説明したんです。そしたらですね、その人はどこにいるんですかと聞かれたんです。でも彼は分からなかったんで、私は知りませんと答えたんですね。で人々は彼を今度はパリサイ人のところへと連れて行ったんです。そしてイエス様はこの奇跡を表したのが安息日だったんですね。神様がこの世界を作られて6日間作られて、そして7日目に休まれました、ね、それは私たちが休んで神様を讃えるように、その讃えることができるようにということで、この安息日っていうのを設けてくださったんですけども、私たちはですね、本当に神様を讃えるってことは、これ本当に必要ですよね。またそれと同時にですね、隣人を愛するっていうことも、これは大切なことなんです。でもこれは安息日に限ったことではないですよね。私たちはいつでもどんな時でも神様を讃えることができる。でもある人々はですね、この安息日の日にもう厳しくですね、決まりっていうものをもう作らずにはいられなかった。でこのパリサイ人たちもですね、そうでした。彼らは盲目の人に対しては何にも興味も何もなかったんです。ただ決まりを守ることだけに忠実にしていたんですね。イエス様はそのような状況をご覧になって、ああ、彼らは本当に神様との関係を持つ必要があるなと。でしかもその関係を彼らは理解してないな、そういうふうに思ったんですね。ここでパリサイ人はですね、その安息日にイエスが人を癒した、つまりイエスは働いたんだ、そういうふうに言ったんです。安息日を守っていない、だからイエスは神から出たものではない、そういうふうに言ったんですね。これはですね、神様の考えではなくてパリサイ人の考えなんです。
はい、でも他の人々はですね、イエス様は神様が使わされたお方である、だって盲目の人の目を開いて見ることができるようにしたから。ここではですね、イエス様についていろんな意見が飛び交っています。17節ではですね、パリサイ人がもう怒って、もう一度その盲人の人を呼び寄せたんですね。そこで彼らはもう一度盲人に言った。あの人が目を開けてくれたことで、あの人を何だと思ってるのか。彼は言った。あの方は預言者です。あの預言者っていうのは、神様の特別な言葉を、まあ、みんなにこう伝える、まあ、そういう働きをする人ですけども、でもパリサイ人たちはですね、この人が最初から本当に盲人だったのか、でそれを信じないでですね、とうとう今度はその彼の両親を呼びつけたんですね。そしてその両親にパリサイ人は言ったんです。でこれは本当にあなたの息子ですか、そうやって聞いたんですね。そしたら、はい、そうですよ、私たちの息子で、生まれつき盲目でした、でも彼は今見えるようになっています。どうして何が起こって見えるようになったのかは私は分かりません、彼はもう大人なんですから彼自身に聞いてください、そういうふうに両親は言ったんです、ね。まあ、なぜならユダヤ人たちをやはり恐れていたからですよね。そしてもう一度彼を呼び出して言ったんですね。神様に栄光を期しなさい、イエスじゃないぞ、イエスじゃなくて神様に栄光を期しなさい、あいつは罪人だから、そういうふうに言ったんです。でも彼はですね、あの人がいい人なのか悪い人なのか私は分かりません、でも私の目が見えるようになったのは事実です、そのことを言いました。ね、私たちのこの世の生活、この世の生活でも同じようなことがあるんじゃないでしょうか。いろんな意見がありますよね。もう仕事のこととか、またどうやって子育てをするとかね、私はこうする、いや私はあの人が言ってるのとは違う、私はこうする、でいろんな意見があると思います。みんな違うんですよね、それぞれ思ってることもみんな違うんです。でも一番大切なのは神様のその見舞いに進み出て、神様が何を言われているかということ、それを聞くということです。これが大切なんです。パリサイ人はですね、イエス様のことを信じませんでした。なぜか、それは自分たちはモーセの弟子であって、そしていっぱい聖書をもう勉強している、もう何でも知っている、でもイエス様のことはどこから来たのかもわからない、ね、モーセよりも偉大な人がいるはずがない、まあ、そうやって信じたくなかったんでしょうね。でとうとうその盲目の人に、まあ、罵り始めたんですね。でも彼はその盲目の彼はね、それに対していろいろ言うんですよ。でパリサイ人っていうのはもうたくさん教育を受けてますよね。ですから本当にいろんな知識はあるんです。でもこの盲目の人はそういう教育は受けていないんですよ。ですからその教育を受けてないその人からいろいろ言われるっていうことで、パリサイ人たちはですね、もうそんな彼に対しても怒りをぶつけて、とうとう外に追い出してしまったんです。はい、イエス様はその彼を見つけ出して、そして聞いたんですね。人の子を信じるか。そしたら彼はですね、その方を信じたいんですけども、どなたかわからないんですよ、そういうふうに答えたんです。そしたらイエス様は、あなたの話しているのがその人だよ、まあ、そうやって教えられました。彼はイエス様に、主よ、私は信じます、そのように宣言したんです。皆さんここ大切ですよ、主よって言ったんですよ、ね、え、イエス様を自分のうちにお迎えしたんです。彼は事実を受け入れて、
イエス様を信じたんです、ね、イエス様を見ることができてもう喜びに満ち溢れたんです ね。私たちは大抵ルールとか決まり事っていうのを決めたとしても、まあ、なかなか守れなかったりとか、まあ、破ってしまうっていうことがあると思うんですね。神様はですね、愛に基づいた関係を私たちに結んでほしいんだ、ね、人々と愛で結ばれた関係を望んでおられると信じます。この10章に入るとですね、イエス様は神様との関係について教えられてますね。イエス様は羊について語られたんです、はい、この時代で羊というとですね、まあ、ほとんど その牧場では羊を飼っていたので、まあ、羊の話題っていうのはもうみんなの共通認識のようなものだったんですね。でイエス様はご自分を羊飼いに例えてお話しされました。そして私たちは羊だと、そういうふうに例えたんですね。イエス様は羊飼いと羊について例え話をされたんです。彼らはイエス様の言ってることはよくわからなかったです。なのでイエス様はそのことについて説明をされました。ヨハネの福音書10章7節から10節、ここはですね一緒に読みましょう。3、はい。そこでイエスはまた言われた。まことにまことにあなた方に告げます、私は羊の門です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また安らかに出入りし牧草を見つけます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。アメン。はい、ここの7節ですね。イエス様が私は羊の門です、まあ、そのように言われています、ね、ご自分を神様へ続く門、神様へ続く道の門、平安に向かうための門なんだよ、そのように例えられたんですね。そうなんです。強盗は羊を殺したり盗んだりそして傷ついたりしますよね。でもイエス様の目的っていうのはですね、あなたたちに豊かにその命を持ってほしいんだ、ね、そのように言われているんです。あふれる豊かな命です。イエス様は神様の目的に基づいた人生を私たちに経験させたい、そのように願われていると信じます。湧き上がる喜び、神様の平安です、ね、これからの人生をですね、本当に自信を持って歩んでいってほしいんだって、また死ぬ時も自信を持って死んでいくことができるように、ね、そういう人生ですね。私たちはイエス様の門を通っていくんです。そして神様を見つけ命を見出すんです。この世で働いている方たちはほとんどはですね、まあ、朝食、朝朝食をとって朝仕事に向かわれますよね。で、まあ、その人たちになんで仕事をしてるんですかって聞いたとします、まあ、ほとんどの人がいやお金を稼ぐためですよもちろん、ね、そういうふうに言うと思うんですよね。そして夜まで働いて、ね、お家に帰って、そして、まあ、夕食を食べて家族と少し交わって、でもう寝て、でまた朝が来て朝食食べてまた仕事に行く。人によってはですね、もう自分の人生なんてつまんないんだろう、そういうふうに思っている人もいると思うんですね。でもイエス様の門を通り抜けていくときに本当の命が与えられるんですよ、そういうふうに言ってるんです。ここに出てくるパリサイ人はですね、そのことについて知らなかったんです。だからイエス様を拒絶したんですね。彼らは自分たちのそのルール、決まり事、それを守らないといけないということを大事にしていました、はい、もちろんルールや決まり事っていうのはですね、大事なんですけども、人との関係、そ
それはもう本当に大切ですよね。もう今こういうようなコロナっていう時代で、まあ、先ほど高井姉妹も言ってましたけども、本当に人と会うことが少なくなった、ね、本当にその交わり、もう皆さんね、もう思い出すと良き教会の時代っていうかですね、昔はもうみんなセルグループ作って頭を突きつけて、もう一緒に祈り合ってですね、今日今週こんなことがあったんだ、で来週こんなことがあるんだけどどうしようって、まあ、そういうふうに言ってたと思うんですよね。で本当にそういう人とのその交わり、それはもう本当に大切だと思います。私たちもですね、神様との関係というのは大切ですよね。また結婚されている方、結婚の生活、まあ、夫婦の関係というのがありますよね。だからそれと同じように神様との関係、家族ですよ。神様は私たちの天のお父さんです、ね、初めにイエス様は私は羊の門です、そういうふうに言われました。そして次に私は良い牧者ですと言われるんです。ヨハネの福音書10章の11から13節、ここを一緒に朗読しましょう。3、はい。見えていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって羊のことを心にかけていないからです。アーメン、はい。ここでイエス様は私は良い牧者です、そのように言われてますね。イエス様は良い牧者と雇い人、その比較をしているんですね。雇われた人ですね、雇われた人の比較をしてお話しています。例えばですね、皆さん自分が乗っている車、ね、これが故障したとします。どうでしょう。まず業者とか呼びますか ね。もちろんエンストとか、まあ、エンジンからこう煙が吹いたってなったら、やっぱりもうこっち素人はもう手に負えないんで、まあ、JAF とか呼んで、やってもらうと思うんですよね。でもですね、自分で直した方が早いっていう時もありますよね。例えばパンクした時に、まあ、JAF を呼んで、まあ、呼んだら、まあ、来てくれてスペアタイヤにして、で、まあ、近くのスタンドとかに連れてってくれると思います、ね、それはお金を払って来てくれると思います。でもですね、もう自分でジャッキで車を上げて、でスペアタイヤに交換するってことは、これはできますよ ね。ですからそれは自分の車で自分で何とかしたいっていう思いもあって、そういうことをするとは思うんですけども、イエス様はですね、ただお金で雇われている人たちはそこまで重要に羊のことは考えてませんよって。狼が羊を食べに来た時にですね、羊の命を守るために狼と戦って、まあ、追い払いますよね。でも逆に狼にやられてしまって死んでしまうっていうこともあるんです。それと同じようにイエス様もそうなんです。イエス様が私たちの罪の代価を払ってくださる、もう払われているということなんですね。私たちが持っているこの罪、この罪っていうのは神様と私たちの関係を壊しました。神様はその壊れてしまった関係を元に戻したい、そのように願われているんです。そこで神様はイエス様を私たちに送られたんです。イエス様は罪が全くないお方ですよね。でも十字架の上で死なれました。でここに書いてあるようにですね、イエス様はご自分の命を投げ出してくださったんです。でそれほどまでに大きな愛で私たちは愛されているんです。でもう計りきれない大きな愛ですよ。イエス様はとても良い牧者、そのことを感謝しようではありませんか。アメン。ヨハネの福音書10章の14から16節、ここを一緒に朗読しましょう。3、はい。
私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一つの牧者となるのです。アメン。はい、ここでですね、イエス様は、私はあなたたちを知っていますよ、そのように断言されているんです。そして私たちもですね、イエス様ご自身を知ってもらいたい、そういうふうに願われているんです。ある人はですね、もう私には必要ないですよ、そういうふうに言われる方もいらっしゃるでしょう、ね、でも本当に知りたいんだ、そういうふうに思われている方もいらっしゃるんです。もしまだイエス様のことを知らないという人がおられるのであれば、もうイエス様のことをですね、学べば学ぶほど本当に毎回いろんな新しい体験をしていく、行くことを信じます。羊飼いたちは羊たちをですね、こう集めて、何度もその水飲み場ってところに行くんですよね。そしてそこで羊たちに水を飲ませます。で、そこは自分たちだけではないんです。他の羊飼いたちも自分の羊を連れてその水飲み場に来るわけです。そして水を飲ませるんです、ね、それ想像しただけでも分かりますよね。もういろんな羊がもうそこで混ぜこぜになっちゃってるような状態、ね、でもそのある羊飼いがその水飲み場からもう引き上がらない、もう引き下がらないといけない、もう引き上げないといけない、そういうような時になったらですね、羊飼いはこう声を叫ぶんですよね。どういうふうに叫ぶかちょっと僕分かんないんですけども、でその声を聞いた羊たち、それはその主人、羊飼いの羊たちは、あ、私の主人が呼んでる、それが分かるんですよ。ですからその羊たちを連れて、その羊飼い牧者はそこから立ち去ることができるんです。そして他の羊たちは何にももう関係なくそのまま水を飲んでいる、そういうような状態です。羊飼いに飼われている羊たちは本当に自分の主人、自分の主人、羊飼いの主人を分かるんですよ。知っているんです。イエス様はですね、あなた方がもし私に従うのであれば私の声を知ることができますよ、そういうふうに言われています。私の職場はもう女性ばっかりなんですけども、女性ってやはり、男性と比べるとやっぱりお話が好きですよね。すごくね、いろんな話をします。で、私のそのナース室もたくさん の、 その女性のナースがいて、それぞれに、好き勝手なことをこう喋ってるんですよね。コストコでこういうのがあってさとか、私の主人がとか、私の息子は実はねとか、もういろんな、もうそこにいると何を喋ってるか全然分かんない状態でも、それぞれにいろんな話をしてるんです。で、本当に誰が喋ってるのか、その内容を誰が喋ってるのかって分かんないんです。で、これだいぶ昔の話なんですけども、そこに、うちの妻も一緒に働いてたんですが、時々そのナースの中に混じって一緒に話をしてるって時があるんですね。で、私が外からナース室に戻ってきた時に、もういつもなんか喋ってるなっていうのは分かるんですけども、でもそこにですね、やはり聞き覚えの声、ある声があるんですよね。やっぱり自分の妻の声、あ、今日来てるんだ、で、そういうような感じで気づくんです。なぜなら私の妻は私の羊飼いだからですよね。もうちゃんと私を導いてくれている、本当にありがたい妻なんですけども、イエス様はですね、ただ私たちに決まり事やルールを保つことだけを考えてほしいとは思っておられないんです。イエス様は良い羊飼い、羊たちはですね、イエス様の声を分かっているんです。イエス様は私たちに良い関係を保ちなさい、
ね、そのように願われていることを感謝します。イエス様が最初にですね、この地で奇跡を起こされた時の話を皆さん覚えてますかね。あのカナの地ですね、カナで婚礼がありました。でそこでイエス様は初めて奇跡を行われたんですけども、そこにイエス様と弟子と、そしてイエス様の母親であるマリアもそこに呼ばれていました。でその時婚礼がまだ終わっていないのに、もうブドウ酒がなくなってしまったんですね。みんなにこう振る舞わないといけないそのブドウ酒がなくなってしまった。でマリアはそのことに気づいてイエス様に、もうブドウ酒がなくなりました、そういうふうに言いに行ったんです。どうしてでしょうね。普通だったらそこの責任者とかそういう人にこう言いに行くじゃないですか、もうブドウ酒がないんですけどって。でもイエス様に言ったんですね。でそれはですね、やはりイエス様がどのようなお方なのかってことをマリアは知っていたんです。マリアは聖霊によってイエス様を身ごもって、そしてイエス様をこう産みましたよね。ですから天使によってその告げられたこと、これはもう全部神様の御業、それを知っていたので、身をもってこの方がイエスが自分の神の子であるってことを分かっていたんですね。マリアはこの窮地を救ってくれるのはもうイエス様以外にいない、そういうふうに思って、マリアはイエス様はマリアのところに言いに行ったんです。でもイエス様は何て言ったんですか。そのお母さんのマリアにですね、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方って言ったんですね。私の時はまだ来ていませんって、そのように言い返しました。で一見冷たそうに聞こえるようなこの言葉なんですけども、マリアはそれを聞くとですね、手伝いの人たちのところに、あの方が言われることに従ってください、何でもしてあげてください、そのように伝えたんです。でこの会話から思うのは、もうこのマリアとイエス様っていうのはもう親子の関係ではなくて、神様とそれに仕えるものとのその関係となってるんですよね。イエス様は手伝いの者に言いました。もう一つの亀がもう80リットルか120リットル入る亀ですよ。もうそれが6つあるんですね。そこに水をもう目いっぱい入れなさい、満たしなさい、そういうふうに言ったんです、ね、石のその亀を6つ、ね、そしてそれにさらにですね、それを宴会の世話役のところに持っていきなさい。いやもうそのいた人たちは何を言ってんだろうっていうふうに思ったでしょうね。でも従ったんです。そのイエス様の言うことを従ったんです。その通りにやったんですね。その水はどうなったんですか。最高のブドウ酒に変わったんです、ね、手伝いの者がイエス様の言葉通りに従って行った時に、素晴らしい奇跡がそこに行われたんです。私たちはですね、人生の中で愛はまだまだあるじゃないか、ね、このブドウ酒のようにまだまだあるだろう、あそこにブドウ酒残ってるだろう、でも私たちも同じようにこんな冷めた時代でもまだまだ愛は残ってるだろう、そういうふうに思っていたとしても愛は冷めていく、ね、もう本当にもう問題が起こって行き詰まってしまう。でもそこでイエス様に出会って、イエス様の言葉に従った時に罪の問題が解決されて、愛が与えられて、そして私たちは全く新しいものへと作り変えられていることを信じて感謝します。ただの水であったものですよ。ただの水が、ね、瞬間的に最高のブドウ酒に変わったんです。これが神様の救いの素晴らしさです。私たちはですね、イエス様の愛によって完全に新しく作り変えられるんです。これはものすごい素晴らしい恵みですよね。もう他にはこんな御業もすることはできないです。私たちがイエス様に従っていくとき、イエス様が私たちを新
作り変えてください。そのことを信じて感謝しようではありませんか。ある人たちはですね、もう怒りに縛られている人たちもいらっしゃるでしょう。またある人たちはお金に縛られている。またある人たちは女性ばっかり目がいってしまう。ある人たちは男性ばっかり目がいってしまう。もう忙しくて忙しくてそっちばっかり目がいってしまう。で、私たちはそれぞれ違うんですよ。でもイエス様はそれを変えてくださるんです。イエス様にはそれができるんです。なぜならイエス様は今も生きておられて私たちと共に働いてくださっているからです。アメン。イエス様が初めて弟子たちを呼び求められたとき、イエス様は何て言ったんですか。私についてきなさい、ただ私についてきなさい、それだけ言ったんです。そのためにこれとこれとこれとこの条件を満たしなさいとか、そんなことは言わなかったんです。私についてきなさい。私が20代の時だったんですけども、その時、オーストラリアに行くっていうのはもう決まってたんですが、その間ちょっと期間があってガラス屋のバイトをしてたんですね。アルバイトをしてました。ガラス屋さん、ガラス屋さんって言ってもどんなものかっていうと、コンビニとかあとパチンコ屋さんにあそこのガラスをはめたり天井に鏡を貼ったりとか、そういう仕事なんですね。で、その初めてアルバイトをそこでやった時にやっぱり何にも分かんないんですよ。何をすればいいのかも分からない。なのでそのリーダー的な人に言ったんです。すいません、私何をすればいいんでしょうか。そしたらそのリーダーがですね、俺にちょっとついてきたやつ、これから深津君が何をやるのか、どういう仕事をするのか見せるから、俺がやってることを見てればいいから、もう俺についてきて、そういう感じでこう呼ばれたんですね。そして、脚立とかに乗ってガラスをはめて、そのガラス、こういうようなガラスがあって、ここにマスキングテープをこう貼っていくんですね。こういう角とかもしっかり角を作って、そしてその枠とそのガラスの間にコーティング剤っていってガンでギューッとこう隙間を埋めていくんです。そういうような仕事なんですね。そういうのをやっていました。で、天井の鏡なんかをみんなで息を合わせて一緒にこうくっつけて、そういうことをやるんですけども、私はもう全くわからないので、もうずっとそのリーダーに人工衛星のようにこうずっとくっついてたんですね。で、ただ見てるだけ、いいのかなこんなのでっていうふうに思ってたんです。でも1週間後ぐらいですかね、じゃあ深津君もやってみて、俺見てるからっていう感じで、やらせてもらったんですね。で、そうするとですね、やはりリーダーに従ってやっていくときに、やっぱりこれ初めてやったらもう全く分かんないんですけども、ある程度の仕事はできるようになったんです、イエス様はただ私についてきなさい、で、それだけ言われました。イエス様の御声を聞くということです。イエス様に従うということです、イエス様を全ての問題の中にお迎えするということ。そうするのであれば、イエス様は全ての問題に関与してくださいます。でもイエス様ではなく、そこに他のものを当てるとそれは失望に終わってしまうんですね。ある律法学者が言いました。イエス様に言ったんですね。最も大切な戒めは何ですか。それに対してイエス様は2つの大切な戒めを言われました。最も大切な戒め、それは心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。そしてそれと同じように大切なのは、あなた自身を愛するように隣人を愛しなさい。この2つの戒めを言われたんです。イエス様は一番大切なのは主を愛すること、そのように言われました。私たちはですね、イエス様を一番に置くときに、神様は私たちに力を与えてくださるんです、私たちがもう皆さんの周りにですね、どうでしょう、もう何かこう何ですかね、もう生理的に自分はこの人と会わないっていう人っていないですか、職場とか学校とか、
また友達が近所とかにですね、いると思うんですよ。私たちがまず第一に神様を愛し、今私たちを周りにあるその問題にイエス様をお迎えするのであれば、神様はその問題を解決に導いてくださいます。イエス様を私たちのうちにお迎えするんです、ね、そうすれば私たちは正しい方向へと導かれるんです。私たちのこれからの人生の歩み、私たちの生活、もうそういうその場所にですね、私たちが関わる全てのことにイエス様はもう全部に関与してくださって、そしてその時私たちが持っているその問題、それは失望に終わることはもうないんです。ですから私たちはイエス様をお迎えしようではありませんか、ね、イエス様に従っていこうではありませんか。イエス様が私たちに最高の喜びを与えてくださると信じます。全ての問題が失望には終わらないことを信じ宣言します。今日もしですね、イエス様をイエス様に従って本当にイエス様に立ち上がっていくのならば、イエス様に目を上げていくのならば、イエス様と本当に叫び声を上げて呼び求めていくのであれば、神様は奇跡をその問題に起こすことができると信じます。そのイエス様に私たちは感謝していこうではありませんか。お祈りして最後に一曲賛美していきましょう。ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたが羊の門で私たちの良い牧者であることを本当に感謝いたします。私たちはあなたの御声を聞きます。あなたに従います。あなたを迎えます。私たちの罪を代価を払い、私たちのために命を投げ出してくださったイエス様、あなたに従っていきます。その時私たちが持っているその問題すべてあなたの奇跡によって問題解決すると信じます。あなたが私たちと共に歩んでくださることを感謝いたします。私たちがこの盲人のようにあなたの御声を聞いてあなたの声に従います。あなたが共にいてくださっていることを感謝いたします。私の人生に入ってきてください。私の歩みに入ってきてください。あなた以外にはもう望みがないんです。他のものでは何も変えることはできないんです。あなたが必要なんです。あなただけが必要なんです。あなたの御声を聞いて私たちは動きます、働きます。どうぞ主よ、私たちにあなたの御業を行うためのその語りかけ、私たちにしてください。あなたの奇跡がそこで行われることを信じます。あなたに期待します。あなたが私たちの主です。不可能なことは何一つない。あなたによって全てが祝福されるその時となることを信じ宣言いたします。私たちはあなたに目を向けます。立ち上がります。もう倒れません。もう恐れもしません。私たちの中から恐れの根を取り出し、あなたの祝福で満たしてくださることを信じ感謝いたします。私たちを通してあなたが働いてくださり、私たちを周りであなたこそが主ですとみんなが叫ぶその時が来ることを信じ感謝いたします。あなたに期待します。あなたに期待して感謝して、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。私たちの偉大なる神、愛なるイエス様に感謝の大きな拍手を送りましょう。それでは一曲賛美していきたいと思います。それでは心の一心に私たちは変えられていきたいと願います。
アーメン。祝祷いたします。あおり声願うば、主イエス・キリストの愛、天の父なる神の大いなる愛、聖霊の親しき交わりが今週もまた今より常しえまでも私たち一人一人、またその ご家族一人一人ともにありますように、イエス様のお名前によって祝祷いたします。アーメン。アーメン。私たちの偉大なるイエス様にもう一度大きな拍手を送りましょう。これで第2礼拝を閉じたいと思います。